じゃあ鉛筆まではかけても色をつけると失敗するという続編ですね。前編ではなぜ失敗するのか、原因編としていくつか挙げました。じゃあどうやって解決するかというのを今回やっていくんですけど、一例として見てくださいね。これが全てではないので、僕はこうするのがいいんじゃないかなと思ってるところを動画でやってみます。まず最初に線画の、精度、こんな感じです。僕はもうラフに描いてますけど、ちゃんときっちりと描きたい方は、描いてもらって構いません。ただ一つ気をつけなくちゃいけないのは、描いた線画に貝をつけないことです。もう単なる線画にしておく、アウトラインだけにしておくってことですね。今日の空はね、ちょっとまた別のところで説明します。ちょっと難しい、今日空まで説明してしまうと時間がやったら長くなるので、また別の機会にします。このくらいにしておいて、空に関してはここからが本題ですね。山から下、まず大事なポイントは、風景の大まかに色分けするってことをやります。山、畑、田んぼ、道、雑草みたいな大きく色分けていきますね。その時に混色は、この時の混色はですね、あまり曇らせない方がいいです。各部署の、山だったら山の明るいところ、田んぼだったら田んぼの明るいところ、それぞれ明るいところをこの段階では書いておいて、その次の時に調整するので、今は明るいところですね。筆はできるだけ太い筆を持つことをお勧めします。慣れないとね、太い筆は持てないんですけど、なんとか頑張って大きな筆を持つ練習をした方がいいです。これでもほぼ大体第1回目の塗りですね、が終わりです。この段階で色をざっくり分けてますけども、にじみ合ってますから、これ鉛筆の線が今見えてるんですけど、鉛筆の線がなかったら多分これ何が何だかさっぱり分かんないという状態だと思います。この段階の色っていうのは、これから乾かすともっとさらに薄くなるんで、薄くてでも構わないんですよ。
は薄くていいです。まあ極力あの全部もう塗ってしまうってことですね。一旦塗ってしまう。明るめの色で鉛筆が見えてます。でこれでここで一旦乾かしますね。ちょっと小さな筆に持ち替えてやっていきます。山肌が明るく見えてる箇所がところどころあるので、まあ、そういうのもちょっと意識した方がいいかなという。この段階でもそういう部分は塗らないで残しておきますね。若干抑えめの色の方がいいです。田んぼですね、田んぼ、イエロー化がいいと思います。一見黄色に見えたりしますけども、ここで黄色を使ってしまうとちょっとね色が浮き上がってしまうので、この辺りがそのちょっと若干ダークめがいいというのはこの辺ですね。黄色という意識があるかも分かりませんけど、ここはちょっとあえて黄色を使わないようにして、目には黄色が飛び込んでくるんですけど、色を塗るときはちょっと抑えめの方がいいですね。
はい、終わりました。いくつかポイントがあるんですけど、簡単には言えないんですけど、3つぐらいに絞りますね。1つ目は最初の動画の最初にありました、山、田んぼ、道、草むらというふうな感じで、まあ大雑把にでも構わないので色をもう一旦全部塗ってしまうってことですね。あの白いところを残さないように、まあ、ちょっとぐらいはいいんですけど塗ってしまう。その時には下絵の鉛筆の線はまだ見えてます。ですから濃くないですね、薄いです。でそれをその段階で一旦乾かす。で2つ目はそこから細かいところを描いていくんですけども、そこからはちょっと混色に注意した方がいいですね。実際の風景とか実際の写真の色をできるだけ合わせていく、混色によってってことです。で3つ目は、もう見ていただいた通り分かるんですけど、鉛筆の線はもう 100% も見えなくなってます。もう完成した時点ではそれだけ絵の具が乗ってるということですね。で塗り重ねて、でその際に鉛筆の線は、すごく曖昧な線でしたから、その線を当てにして塗るっていうことはしませんでした。あくまでも塗るときはもう一回風景を見て、もう一回写真を見て、鉛筆の線の大体この辺に家が来たらいいんだなというのを、鉛筆の線を当てにして塗るんじゃなくって、写真とか風景を見ながらもう一回ちゃんと描くという感じですね。ですから鉛筆の線というのはやっぱり基本的には下絵というだけあって、単なる目安です。うん、一番最初に鉛筆の線が覗いても構いませんけども、全く消えても全然問題ないってことですね。そんな感じですね。で、ちょっと慣れてる方とか、に対しては一つだけあるんですけど、混色する際にちょっとだけトーンを落とした方がいいかなと思います。実際の見えてる風景の色よりかはちょっと落とす、それぐらいでちょうどいい感じになると思うんですね。真っ黄色く見えてる、例えば子供のヘルメットでも真っ黄色で描くんじゃなくって、ちょっとトーンを落とす、イエローウォーカーを多めにして、そういう感じですね。じゃあ、今日はこんな感じで終わります。はい、またお願いします。